通勤中に iPod なんか使いましてね、このポッドキャストを聞いてくださっているオフィスの花と言われてる美人 OL のあなた、どうも限定しました、ね、一元光です。さあちょっと限定していこうよ。誰に向けてんの？僕ですか？誰に向けてんのよ。まず今まさにね。今まさに。今まさに。学校に向かっている。なるほど。通学の。ええ。うん。英語の。英語の英語教、英語の教師。先生。英語教師。英語教師の先生。あ、ちょっといいな、英語教師。ええ。ねえ。どうも、おはようございます。おはようございます。河野和夫です。うわぁ、その人の聞いてる、その、ミュージックプレイヤーは、英語教材も入ってるけど。入ってます、入ってます。3D で藤井シェリーの仕置き見たっていう。これも入ってる、ポッドキャストも入ってますから。いいな。もう。河野はその人ターゲットだ。その人ターゲットだ。誰がターゲットなのよ。今年、インターハイに出れそうな、女子の、アスリートの方、何人、種目は何、格闘技系なの？陸上ですかね。あ、陸上の。ハードル。最近そうするとさ、その、陸上の選手とか、それは高橋尚子じゃないけどさ、うん、やっぱり音楽でコンセントレーションを高めたりとかするからさ、そういうなんかその、例えばベタだけどロッキーのテーマとか、うんうん、あと穏やかな気持ちになるやつとかの他に、うん、そのこの MP3 プレイヤー、ミュージックプレイヤーの中には、うん、フジシェリーの仕置きが結局全部それじゃないですか。やつが入ってんのね。入ってる。これを聞いて試合頑張れ。はい、どうもお天気GOです。はい。それはお母さんでしょ。なんでそれはお母さんいいですよ。これはお母さんに聞いてほしい。お母さんはいいですよ。お母さんにだけ聞いてほしい。お母さん以外には聞かない。お母さんだけには聞いてほしい。文化放送のスタッフでしょ。文化放送のスタッフに話を聞いてほしい。楽しそうにやってるんだねって言われちゃいそうですもんね。え、何か不満があるの？いや、ないんですよ。文化放送の話じゃない。違うでしょ、いつも。変わろうか。それは違いますよ。それは違う。僕誰だろうなぁ。あ、そういうのいいから舐めてくれる？え？もう時間だから。なんでゴーとかにあの優しくあれして、うん、僕の時はもういつもそれはお前が文化の人間だから、うん、QR 派だからね。どうもお天気のりでーす。頑張るぞ。ごまかした。さあ、ちゅうことで、はい、で思うんだけど学校の行きとかさ、はい、通勤の途中とかにさ聞いてくれてる人もいるじゃないですか。はい、いやだすごいですよね。どんななんすかね。それで電車の中で真面目な顔してヘッドマウントディスプレイで 3D のエロビデオ見た話とか聞いてんのどんな感じなのかね。申し訳ないね。明るいからいいんじゃないですか。なんか会社に行く途中ってちょっと嫌な感じするじゃないですか。まあね。それでこんな明るい感じだったらいいんじゃないですか。ゲラゲラ笑いながら会社行ければいいってこと。はい、じゃあですね。ペンネーム、引っ越しするまんさんから。伊集院さん、若手芸人の皆さん、こんばんは。こんばんは。仕事で東京へ引っ越すことになりました。うん、若手芸人の皆さんの中には収入が少なくとも頑張っている方も多いと聞きます。うんうん、居住費があまりかからない、住むのにおすすめの物件、地域、等あれば、教えてください。また安い物件ならではのエピソードとかあるようでしたら教えてください。ということですけど、まあ。河野は？いや、僕はもう、やっぱね、とりあえず住めればいいっていうので、いつも。こいつはもう、そういう意味はエキスパートだ。そういうところでしか僕はもう借りたことがないんで。なんだっけ、殺人事件があったんだっけ？何があったんだっけ？変死体が出たんだっけ？今のお前の家。今のところは、まあ、その変死体というか、なんかその、亡くなっちゃった。自ら、はい、グッバイされた。ああ自らグッバイの方が。今住んでる部屋が今住んでる部屋。自らグッバイの部屋でございますから。で、そういうのありませんかって行くんだろ。え、自分から安ければ、いわく付きな方が。うわ、すげえ。全然大丈夫だ、こいつは。僕はそういうの。ちゃんと、不動産屋さんに、お金がないんで、いわく付きの物件があり、で、格安なものがありましたら、格安なものがありましたら、いわく付きの物件で構いませんからって言うと、うん、ちゃんと、不動産屋さんのも分かってるから、ちゃんと出してくれるよ。すげえ。あればだよ。あればですよ。あればだよ。逆にそれを探すってすごいですね、その不動産屋さんも。うん、ちょっと待ってください、ね。いや、違うね。不動産屋さんはそういうリスト持ってんのよ。あ、あるんですか、不動産屋さんは、それ言わないと、後で訴えられちゃうから。はぁ。それは違法ですから。言わないで貸すのは違法なんで。違法なんで、ちゃんと告知しないとダメ。そう。すっげえ、それで通常とどんぐらい差があるんですか？通常は 3分の1ぐらいは安いです、ね。え、すごい。30% 引き。30% 引きぐらいですね。確かに気にしなければ気にしない。そう、だから変だし、20人ぐらいそこで同時に亡くなってる部屋だったらもうちょっと、くれるかも。そこはやめましょうよ。くれる
それ21年目になっちゃいますよ、それは。気がついた時、井桁状に積んであるぐらい人が死んでましたよ。びっくりしたんですって、大家が。だったら多分大家さんも月に3000ぐらいあげますけど、みたいになると思うんだよね。いえ。え、ノリは今までその自分の家の遍歴はどうなってんの？僕はずっと寮生活をしてたんで、高校大学と。でしょ？寮生活で。で、初めて一人暮らししたのが学校の近くだったんですけど。うん。それ留年すると思って学校の近く借りたんですよ。うん。そしたらまんまと卒業できちゃって。あ、そうなんです。最後やばかったんだ。やばかった。ほんと1単位でも落としたら、うん。留年ですっていう状態で。まさか留年すると寮は出されちゃう。出されちゃうんですよ。ああ、そういうもんなんだ。そうなんですよ。え、大学の、その、4年生で次3歳になっちゃうと、はい、大会とか出れないの、大学生としては。出れない。5年目の人は出れない。はい。あ、そうするともう学校からしたら不要なんだ、もういらない人なんだ。もっと正確に言えば、1年生の時から試合出ちゃってると4年間、だから4回試合出れるんですよね、大事な試合に。あ、なるほど。はい、5回目はもう出れないから、はい、特待生だろうが何だろうがもう関係ねえんだ。出されるんです。それで学校のそばに借りたんだ。とりあえず学校は卒業しないとと思って借りたんだ。そしたら卒業できたって言って、僕板橋の方で、結構学校から近いところ借りたんですよ、無理して。だったらもっと、どこでも住んでいいって言うんだったら、下北とか、佐渡島とかね。佐渡島とか。うん。まあ、地下帝国とかね。ちょっと待ってください。ああ好きな瀬戸内海。瀬戸内海。瀬戸内海とか。広いな。ね、でも地下帝国が出てきちゃったな。その後の瀬戸内海。アピオン星とかね、アピオン星。急に佐渡島が急に近くなって。架空のやつは後の方がいいね。架空のやつは後に、そう、エスカレート的にはそうだよね。すいませんね。土地を一旦なくして瀬戸内海って言われて、地図上には、まあ一応想像つくところから、地下帝国っていうわけのわからないところに行ってからのアピオン星か。メンゴメンゴ。謝っちゃった。それで、まあ、お金もなかったから安いとこ借りたんですよ。そしたら僕、その、お隣さんの方も、カップルで引っ越してきた方で、うん、で、あ、今日引っ越しですか？僕今度引っ越してくるんですよ、みたいな感じで仲良くなれたんですね。うんうん、そしたら、その、まあ、あんまり、この建物的には、ボロいとこだったんで、もう安そう、声とかがすごい聞こえてくるんですよ。え、アヘ声？いや、その、テレビの声とかが聞こえてきて、うん、あれと、こんなに聞こえちゃったら、うん、これ、アヘの時が。もう聞こえちゃうと思って、オーガニックが、オーガニックが。これはやばいと思ったら、うん、そのカップルが全然しないんですよ。ずっと、夜とかもずっと遅くまで起きてて。それはお前が工夫してさ、エロい BGM とかこっちから、かけなきゃ、かけなきゃ、アロマとかを、多分そういう安いとこだからさ、その結構さ、壁の穴とかあんじゃん。壁に、まあ穴開けちゃう、開けて、で、アロマを吹き込んじゃうんだから、エロいやつ。僕一生懸命、ここの家は聞こえにくいためにテレビの音とかちっちゃくして、うん、僕の部屋の音を向こうに聞こえないようにして、あ、壁はしっかりしてるんだなってことまで一生懸命やってたんですから。錯覚させようと。はい。あの、大声出しても大丈夫と思わせてるのにダメなんだ。はい、いつも友達と出すときは小声で話したりとか、その努力もなく全然エッチ。エロっすよ。もう寝不足が続きましたもん。あ、なんでお前らしないでって言ってるかと思いましたもん。俺、友達のアパート、そいつが長く何ヶ月か、その旅に出るっつって、うん、その間使っていいよって言われて、はいはい、その、1ヶ月ぐらい住んだことあるんだけど、うん、やっぱり期待するじゃん、ちょっと。うん、エロス期待するじゃん。うん、したら隣の部屋から、ちょっとエロスな声聞こえてきて、もう一晩目ぐらいに、うわ、エロスしてんだと思って、すげえなと思って。次の日もその声聞こえてきて、で、何回か聞こえてくうちに、あれ、同じ声だと思って、結局ビデオだったんだ。ああ。うわ、それはすごいっすね、うん。まあでもいい夢見せてもらったよね。ある意味、イメクラみたいなもの、まあ、ね。隣にエロいカップルが住んでいるプレイみたいなもんだから、まあ得したっちゃ得したなっていう。隣人とかやっぱちょっと気使いますよね。そう、どういう人が住んでるかによって、その住む環境違うじゃないですか。ね、いや、全然違いますよ、それ。僕前、その新宿の、神楽坂のあたりに住んでた、もうボロボロのアパート住んでた時なんて、夜中の2時ぐらいに揚げ物をするやつがいるんですよ。ちょうどの台所なんですけど、夜中の2時に、シャーシャーシャーじゃねえよ、お前つって。揚げたて食いてる。夜中の揚げたて食いてるのはわかるけど。揚げたて食いてんだ。お前、夜中
げるもんじゃねえだって何回か注意したんですよ。あ、注意するタイプですか。一だって夜中の2時にシャーだよ。え、でもさ、共同炊事場ってことはさ、それ表でお前が寝ようと思ったらさ、シャーって言わなくて、また上げてると思う。もうやる。すいませんと。で、それで言ってこうやって言って、ガチャって言って開け、廊下に出るより開けるじゃん。はい、開けるとそこで上げてんだ。そこで上げてる。シャーって。何っぽい、何っぽいの。いや、なんかね、うん、エビ、なんかエビの天ぷらみたいなのとか、あと、てんの本格的その本格的な、そうです、グルメマニアなんで、そいつ。本格的なんですよ。まあ、そうだ、今時別にさ、エビ天食いたかったりするだけだったらさ、コンビニだってあるもんね、まあ、そうですね。そうなんですよ。あの辺だったら、神楽坂だったら別に、まあ、まあ立ち食いそば屋って何だかあるわけですから、はい。買ってくればいいんだもんね。買ってくればいいんだ。富士そば行って買ってくればいいんだもんね。それを一から上げてんだ。で、一回注意して、うん、で、夜中の2時のシャアはなくなったんですけど、うん、次、朝の8時ぐらいですかね、僕寝てて、パッて目が開けたら、もう、部屋中がもう、煙だらけなんですよ。うわ、火事だと思って外出たら、そいつが、サンマずーっとパタ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 。いや、それは怖いわ。黙々な煙が部屋に入ってくる。まあ、ボロいんで、黙々が入ってくるんですけど、それ以外で窓も開けずに、もうずーっとそいつ。俺、それで思い出したら、同級生の木村くんっていて、はい、木村くんのお父さん工事現場のちょっと偉い人で、で、そこはなんか、あの、アパートを丸々そこが買って、その工事現場で働く人が割と、あの、住んでるようなとこの、一部屋を木村くんが、自分の部屋として住んでんだ、はい。親元なんだけど、そのアパートの隣に家はあるんだけど、はい、木村くんはそのアパートの一室が自分の部屋だから、そことか遊び行ったりするのね、はい。でもそこはすごいその工事現場で働いてる人で結構生活大変な人とかも住んでたりとかするんだ。うん、したら夜中行ったらさ、外国のその彼女だと思うんだけど、日本人ではない女の人が、はいはい共同炊事場で、すっぱだかで体洗ってんの。共同炊事場の3つぐらい蛇口あるところに、完全に顔け入るみたいになってさ、3つとも蛇口出してさ、おっぱい洗ってんだよ、その女がさ。なんなんだよ、こいつって思うんだよ。もうエロいってより怖えな。それでさ、もう、怖い怖い怖い。自分で考えてみる、2階に上がってってさ、廊下真っ暗なんだぜ。じゃ共同炊事場のところですごい水出てくる。なんだろうと思ったらさ、長いところにま、もうほんとぴったりはまってさ、ジャーって出しててさ、俺をじっと見てるわけ。ほいで俺もびっくりしちゃって、なんだこれと思って止まってたらさ、そいつが、見るなよって言うのが、お前の方が努力もあるだろうね。それは見ますよ。びっくりするとこあったな。多いっすね、それ。それはすごい。木村くんちね、多分、ファイナルファンタジーの1とか2の頃だったと思うんだけど、まあ、木村くんちに集まって割とゲームやったりすることが多かったんだけど、はい、夜行ったら、木村くんがこうやってゲームやってて、おー、来たのって言われて、うん、つって。そしたら木村くんの横のところに体育座りをしてる、アフリカン系の男の人がいて、黙って体育座りしてゲーム見てるわけ。うん、で、木村くんも普通に俺と今日さ、なんて同じバイト先だったりもしたから、バイト先の誰々さんが怒ってたけど、あの件どうなったのなんて普通に話してるから、で、俺も続きで、あれ別に、なんとか なったよ、なんつってて。で、その後、高島くんと友達来て3人になって、おー、なんつってまた3人でこうずっとやってるわけ。その間3時間ぐらい、木村くんがその人のことも話さないし、はい、その人も何にも話さないから、途中から、俺にしか見えないんじゃないかっていう感じがすごい。それは。何なんだこれっていう感じになってきて、3時間目ぐらいになってから、僕帰るよって言ったから、木村、あ、もう帰んのって言ったから。やっぱいたんだって。やっぱいたんだと思って。あそこのアパートはすごかった。とにかく外国の人いっぱいいて、そうですね。そこの外国の人が割と、なんつうの、お茶目な人がすごいいっぱいいたから、びっくり、朝こうやって起きたら、ちょうどその木村くんの廊下の一番端が木村くんの部屋で、向こうの端がその人の部屋なんだろうけど、一番端の部屋のドアが開いて、一人、こう、二人ぐらい人が出てきて、おはようございますって言ったら、あ、で、おはようございますって向こうも言って出てって。で、したらその後三人目、四人目ぐらい出てきて、え、四人と思ったら、五人目、六人目出てきて、全部に見てたら十二人ぐらい出てきたんで、でもその部屋三畳なんだよ。その部屋三畳かな。どうやって立って寝るしかなくないですか？わかんない。どうやったら入れるの、そこに。十数人、三畳に。で聞いたら、なんか、押し入れの端っこみたいところに、はい、押し入れ、二段の押し入れやんねん、はいはいはい、押し入れの端っこみたいところに、板を通して、
窓の3のところにかけて、はい、まず下に3畳のところに4人ぐらい寝るじゃん。うまく頑張って4人寝たら、その上に板を通してその上に3人寝てみたいな、そういうのをいっぱい組み合わせて全然寝れるっつうんだ。それはすごいっすわ。今いくらぐらいの一番安いアパートいくらお前が探してて、僕探しててあったのが2万8000円とか2万5000円とかが限界。風呂なし。要は風呂なしの、要は4畳半一間みたいな。ので、だいたい2万5000とか。で、まあ駅からも離れてますよ。もう駅からも離れてますし。はい。まあそれぐらいが限界だよね。そうですね。もう築40、50、60ぐらいの。そこまで死体はもう多分見たことないですね。1万円台とか見たことないですね。で、はい、高島くんが言ってたのは安い物件に住む時のコツっていうのは、はい、安い物件の中にはかなりファンキーな人もいますと。はいはいはい、ね、まあ。で、ファンキーな人とかが怒鳴り込んできたりした時には、はいはい、よりファンキーで押すことっつった。なるほど。俺、一回俺ファンキーな人に押し入れられたことありますもん、僕。普通に暮らしてたら、急に怒鳴り込んできた急にカチャンとかって、うるせんだよーつ、ね、そんなにうるさくしてないのに。うん、で、それで、アッペンパパッカンダ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 ンああ、なるほど。そうね、主導権握んないと。なるほど。で、その人がさらに上かぶせてきた時にまたこっちももう声枯れちゃうし。声枯れてるんだけど。アンタッチャブルの山崎がさ、目覚まし鳴らしっぱなしで起きなかったらさ、隣の部屋の人から棒で殴られた。長い棒で起きろバカ野郎。このアパート全員起きてるの、お前以外。お前の目覚まし時計でお前以外全員起きてるって棒で疲れたって。まあね、素敵な東京ライフを。